ーの、ハロツーゲームズ、イエーイ、はい、あ、でもお金貯めよ、お金貯めよ、ここはね、レディー、あ、1億、やったー、でも今いなくなっちゃった、イエーイ、ありがとうございます、すいません、出しちゃいました、ナイス、ありがとうございます、うちの社長がやりました、あ、わ、キング、キング、キング、だってずっと攻撃を受けるじゃないですか、動けないで、あ、何これでお金がどうの、この分お金が取られる、伊勢さんがマイナスにどんどんいったら、もう接戦すぎて、もうこの戦い、え、待って、負けるかも、やばい、あー、やったー、お、やったー、ハイサクさん、おめでとうございます、さすが団長です、もうそろそろ帰る時間かな、はい、桃鉄やってきましたけど、どうだった、いや、もう完全勝利でしたね、これはだよね、もうこれはね、いやもう圧勝だったよね、圧勝でしたね、もう差がすごかった、差がもう全然、もう最後の余裕だったもんね、余裕でしたね、ゴールなんて目指してませんでした、そうですね、全然、またまあいつかリベンジ来るのであれば全然全然出て立とうかなって感じなんですけど、こっちにはもう社長がいるんで、はい、そうです、はい、こっかの社長なんで、はい、ぜひまた呼んでいただけたらいいなと思います、思いますね、はい、ありがとうございました、いや、終わったけど、はい、終わりましたね、うん、なんですか、なんかすっごい疲れたんですけど、いや、はい、初めてだったから別に、はい、うんうん、まあこの結果でもまあまあまあいいんですけど、うん、まあ次回、はい、まあもうどうなるか、はい、わかりませんよ、わかりませんよ、竹内さん怒ったら怖いんで、怒らさないでください。私も桃鉄やったことないから、はい、人生ゲームみたいな、うん、っていうのだけ、話だけは、はいはい、あと一生続くのもみたいな、そうそう社長になって鉄道に乗って最高で進んで、全国各地の物件を買って、じゃあちょっとこう今みんなで桃鉄ということで、ちょっとやってみましょうか、はい、桃太郎か、ゲッチン、伊勢先生ってめっちゃ言いにくい。はい。ぶっ飛びカード1枚ずつ持ってきた。京都。あ、竹内さんが京都に向かう。全員が京都です。で、誰が一番最初に京都に着くかを競うゲーム。なるほど。で、100振っちゃって。12までいけるの。いきます。ゴー！おー。まあまあですね。矢印に沿っていけば8マス行けるんだ、あと8マス進める、あ、京都まではあと33、名前がついたやつは駅です、はい、でここで、小淵沢で、物件を買うんですけど、見てみてください、買うで、はい、で、蕎麦屋とか駅弁屋とかあって、この横にあるパーセントって何を示してるかっていうと、その1年後にその店が稼ぐお金で、駅弁屋は買って持っておくと1年後に1000万円の利益をもたらすと、はい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 、普通は 50% ぐらいなんで、うん、その 100%、70% はかなり強い物件なんで、はい、ここでは買っといた方がいいです、2つとも、ああ、なるほど、というのを繰り返していくゲーム、なるほど、へえ、こいこい、あ、うわっ、あ、でも八王子や、トマトあって、買う、うん、これ、これ買った方がいいんですっけ、10%なら1000万ぐらいは安いから買ってるといいです、なるほど、これやったら金銭感がバグりそう、バグりそう、1000万か、安いなって、やめる、うん、へえ、ちょっと何これ、まだ使えるぞ、ガウ、
おー、いいんじゃない？あ、間違えた。絶対左だったよ。すっごい間違えた。マイナスになるんだ。どっち行ってもあれだったけどさ、間違えて何でもないっ。あ、たまにこうやってイベントが起きて、こいつはですね、ちょっと見てもらっていいですか。スリの銀次っていうキャラクターなんですよね。うん、こいつやばい、やばいキャラで。私はじゃあこれサイコロ1個振った方がいいってことですか。1を出すとクリアですよね。はい、え、すげえ。やった。でもこれさ、40万円しか持ってないよ私。1になったら1位のお金がたくさんもらえます。そういうこと。40万から。いいな。でもあなた2億よ。え、なんで？すごい声出た。やばー。待って、マジか。あ、で、いや、目的地から一番遠くにいた人に貧乏神っていうこういうやつ、お邪魔キャラがつくんですよ。はいはいはい。で、こいつが毎ターンお金を捨ててくんで、すごい、なるべくこいつと一緒にいたくないです。なんで、貧乏神は他のプレイヤーに触るとなすりつけられるんで、うん、他のプレイヤーの元に行ってくっついて貧乏神を見つけてくっていう。なるほど。あ、なるほどね。1、2、3。え、下はカードがもらえる。カードがもらえる。うん、下行っとけば。カードは重要です、このゲーム。あ、じゃあ下だって赤だったらお金取られちゃう。アエンジェル、超いいカードです。かわいいエンジェルカード。え、かわいい。え、かわいい。毎ターンお金をくれます。え、あなた、金運めっちゃあるね。ほんのちょっぴり幸せが訪れます。変身して2回になるともっとお金くれるんで。2回る。え、すげえ。え、すごい。え、そっと置いてった。ね、2億ってそっと置いてくるものじゃないよ。やったー。すごい。順調っすね。すごい。うんちカード引きたい。ん？キングボンビーですってよ。え？これは何ですか？ボンビーって何ターンかすると変身するんですけど、このたまにこのキングボンビーってなるんですけど、こいつめちゃくちゃやばいんですよ。お金を10億かせてくんで、毎ターン。やだ。気をつけな。気をつけ。触られなきゃいいんですよ。触られなきゃだよ。じゃあもうとっとと逃げよう。そうです。実際はこれ4人でやるんで、誰かについてるっていう感じで、誰かがなせりつけ合うみたいな。だからサイコロしかないよ、あなたに。なるほど。え、あ、まあ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 。またカードもらえるじゃん。やったー。え、待って、あ、怖いな。ちょっと、はい、うんちカード。え、イエローカード何？イエローカードは、お、お、え、あ、もしや変身するの？え、かわいい。かわいい。え、なんか可愛くなった。ミカエルになったって。何それあれだよ、強いやつ。えねえ、バカじゃないの。ねえ、バカじゃないの。すごい、なんか速報みたいな。ねえ、すごい。ねえ、ずる。ミカエル。え、これはミカエルも、触れたらもらえるの？もらえないよ。カードとして持ってるんで。あ、そういうことか。カードを奪うカードがあるから、それで奪うしかない。なるほどね。あ、すごいすごい。ちょっと順調ですね。キングボンビー。最高の目だけ金捨てるっていう。ねえ、やばい。絶対にこれやだ、私。やだ。でも誰かには絶対つくってことだもんね、後でやったら。できたよ。ねえ、おかしい。ミカエル大好き。
40万あ、40万じゃなかった。40万ってさっきの私だよ。一番持ってなかった時の。やば、借金だらけじゃん、ね、この後にミカエルが来てくれたらもう余裕でさ、うん、バブー、うん、あ、戻ったんだ。かわいい。キングボンビーから。ノーマルボンビーは全然怖くないんですよ。あ、キングボンビーがやばくて。なるほど。絶対にたどり着きたい。ブラックマーク。ブラックマーク。くっそー。え？なんか一面のカードに変化する。なんだこれ。あ、京都で使うと、京都に行けるカードになるんですよ、多分。いつでもどこでもその場所に行けるカードになる。なるほど。使い方によっては強い。あ、伊勢だから伊勢行こう。伊勢は伊勢に変わる。わお、200。参り横丁って何だろう。今全部。今取ります。あれだけ買っておくわ。え、私今3億買った。うん、間違えてたよ。間違った。間違えてたよ。間違った。なんでそこ行ったんだろうな。これで今12ヶ月終わって、3月終わったんで、決算1年が終わった。決算、決算セール。この時に自分の手持ちのお金と物件のお金を合わせて、誰が一番お金持ってる、稼いでるかっていうのが。あ、私や。絶対に入れない。ありがとうございます。これは物件の収益だ。ああ。藤さんはまとめ買いがすごい。なるほど。わお。ねえ、やばい、投資さん。分けてあげたい、3位の方に。本当で、返してあげたい。本番ではこの総資産が、プラス、2人のプラスで勝負するんで。あ、じゃあ私今のだったらレラの何十億と7億を足して。なるほど、そっかそっか。今の本番でもやってほしいな。いや、本番で出てほしいな。っていう感じですかね。もうちょいやれますけど、でももうすぐ皆さん、そうですね。なんとなく。なんとなく。若菜ちゃんとりんちゃんがよく楽屋でやってたから、向こうの二人は全然大丈夫。二人は結構慣れてます。じゃあ結構厳しい勝負です。やった。お、しゃー。やった。霧のいいところで、はい、みんなありがとう。嬉しい。意外と分かりやすかった、はい、分かりやすかった、ね、簡単だったから、うん、すごい。もう今のだけでも楽しかったから、うん、りんちゃんと若菜ちゃん来たらね、はい、ちょっと白熱する試合になりそうですが、うん、なんかこう、私ゲームで、うん、時間勝負とかのやつは苦手なんですよ。うん、こう時間とか関係なく考えながらやるのはすごく好きなのでね、楽しいね、これ。頑張ります。ね、初心者だけどいけそうな気がする、はい、これならそうね、頑張ります。頑張ります。ハロツーゲームズ、イエーイ。はい、待って待って待って、ぶっ飛ぶ、逆に1回使います。どうだろう、行こう、いけー、面白い、ぶっ飛べー、北海道、北海道、北海道、レッツゴー、レッツゴー、どこか、レッツゴー、レッツゴー、どこか、どこかに。待って、いけるかな、いけるかな。今日って何だ、今日って何だ。弱いチビたちと遊ばなかった。ああ、そうだった、そうだった。じゃあ、いつでもどうぞ。よろしく。まあ、簡単に言えば弱いですよね。え、相手にならないですよね。ならないですよね。ならないです。私たち、はい、そこ組んでも舐めないでもらって。舐めないでもらっていいですかね。勝ちます。勝ちます。
ここに映るのが夢だったんですよね。おめでとう。ありがとうございます。夢かなったじゃん。私は普通のでいきますから、なんか言ってください。いいよ。じゃあ回ってます。じゃあ行きます。3、2。今日って何の日だっけ。今日なんだっけ。あの弱いチビたちと遊ばなきゃ。ああ、そうだった、うん、まあ時間ないんだよな。弱いんだよな、あのチビたち。まあ、遊んであげるか。しょうがないっすね。うん、遊んでほしいなら、まあ全然いいけど、みたいな。そうですね。やりますか。やっちゃいますか。まあ、弱いんだけどね、君たちは。まあ、暇だし。そうだね、暇つぶしにやりますか。やっちゃいますか。じゃあ、いつでもどうぞ。よろしく。うざい、めちゃめちゃうざい。素晴らしい。想像以上にうざい。何の日で一緒、何の日だっけ。あ、めちゃめちゃ。3、2、1でいきます。3、2。まあ、今回相手になる竹内さんと一緒さんなんですけど、はい、まあ、簡単に言えば弱いですよね。相手にならないですよね。ならないですよね。ならないです。私たち橋底軍団を舐めないでもらって、はい、舐めないでもらっていいですかね。私たち、まあ若さっていうのもあるんで。そうですね、運もついてくるです。はい。こっちには頭脳もいるんで。あ、そうですね、頭脳派もいるんで。そうですね、私たちの手にかかればもうコロコロっと動かして私たち勝っちゃいますよ。勝っちゃうんで、余裕なんで。絶対に負けないです。負けません。勝ちます。素晴らしい。噛んだところも含めて OK です。イエーイ。絶対負けねー。絶対負けねー。ご褒美もらうぞ。